さん、おはようございます。朝8時になりました。朝ごはんも食べましたが、皆さんは日本中華料理以外にまたどんな料理がお好きですか？日本料理、韓国料理、イタリア料理、フランス料理、いろいろな料理がありますね。私は実はこの日本料理が大好きです。皆さんもご存知だと思いますが、日本民族とはまた大和民族と言われています。つまり、日本料理はまた和食とも言えます。この和食は実は2013年12月にユネスコ無形文化遺産に登録されました。年々増加している訪日中国人は、日本に行く目的の一つとしてはこの日本料理、つまり和食を食べることです。本日はこの和食について、また、主な内容と目標は、この和食について、お話ししたいと思います。ではこの絵を一緒に見てみましょう。これは日本料理の一つです。この料理には全部でいくつの色がありますか？一緒に数えてみましょう。これは赤ですね。これは黄色い。それに、青、黒、また、白という5つの色があります。実は料理がきれいに美味しく見えるような色はこの色です。または、5色とも言います。食材だけではなく、料理だけではなく、食器も、例えば、このお椀、お皿、トレなども、色からデザインまでよく工夫しているのです。まあ、5色とは先も述べましたが、赤、黄色、青、また緑ですね、と黒と白という5つの色です。実は、この5色は、日本料理だけではなく、中国、日本、韓国の料理に共通した考え方です。しかし、料理については、時代とともに、それぞれのお国柄を映しています。薬膳的な効能を重視している我々の中国のそれに比べて、日本料理の方が、その五色は、日本人の独特の美意識を表しています。また、その五色は、それぞれに役割があります。赤と黄色は、食欲を増進させるため、料理には欠かせない色であるとよく言われています。でも、しかし、多く使いすぎると、料理全体の品位を落としてしまいます。また黒ですね。黒は料理全体の色調を引き締める効能があります。白そのもの自体は冷たい感じがしますが、雑然とした盛り付けに使うと清潔感を与えます。最後には青ですね。青は盛り付けに使う木の芽ですね。また、刺身のつまり使う海藻のようにスカスカしさを与えます。この色を上手に使うと上品に見られます。さらに、この色は、青空と同じで、人をスカスカしい気持ちにさせる色なのです。また、日本料理は食材やあしらいの色だけではなく、お膳や、つまりトレですね、お膳や器の色など、しつらいも含めた色合いを大切にし、食欲増進、清潔感、安心感といった意味まで込められています。さらに、黒塗りのお盆、それと、それですね、黒塗りのお盆や、
主取りのお椀、料理に添えられる葉いや花ですね。これは葉で花ですね。料理に添えられる葉や花などの演出もこれに通じていると考えられます。さらに、日本料理は他の国の料理と違う点として盛り付けの木の葉を使うことがあります。そんな食べられないものなぜ使うのかという方がいるかもしれませんが、実はその理由はとっても簡単です。理由はね、日本料理には季節感を表現するためです。日本料理はとにかくね、一目見ただけで、ああ、春の料理だ、夏の料理だなとわからないといけません。そのために木の葉などを使っています。これを懐式と言えます。例えば、この料理には菊の花があります。また、この料理には、何ですか？もみじですね。うん、もみじがついています。一目だけで見れば、ああ、何料理ですか？秋の料理ですね。一目だけで見れば、秋の料理だな、とわかります。うん。で、また、これは何ですか？赤い方。そうですね。お刺身ですね。刺身だったら何ですか？新鮮でなければ食べられません。日本料理には新鮮さを、大切にしています。また、それは卵焼きですね。で、青い方がこれですね。茹で野菜のセロリと枝豆と、人参、アスパラと、芋があります。さらに、それはまだね、さらに天ぷら、ご飯、茶碗蒸し、味噌汁もあります。また、これは何ですか？うん、そうですね。デザートまでも、杏仁豆腐のデザートまでもあります。つまり、日本料理は種類が多くて、栄養バランスをよくとって、人の体に健康的なものです。また、これらの料理も見れば、先の日本料理の新鮮さ、見た目の綺麗さ、種類が多いことが分かりました。以上のことにより、日本料理の特徴を、このようにまとめられます。まず一番目は多様で新鮮な食材とその持ち味の尊重。二番目は健康的な食生活を支える栄養バランスのことです。三番目は自然の美しさや季節の移ろいの表現です。これからももうちょっと詳しく説明させていただきたいと思います。まず一番目ですが、実は日本の国土は南北に長く、海、山、里と表情豊かな自然が広がっているため、各地で地域に根ざした多様な食材ですね。多様な食材が用いられています。また、素材の味わいを生かすため、調理技術、調理道具が発達しています。例えば、これは刺身ですね。じゃあ、これは何ですか？はい、そうです。氷です。これも氷です。なぜ氷を使いますか？そうですね。その、刺身の新鮮さを保つためです。また、これらのコースを見てみると、日本料理の多様さ、新鮮さ、または地域差も、分かります。さらに2番目の方ですが、健康的な食生活を支える栄養バランスのことですが、実は日本料理には基本的なものは、ご飯、味噌汁、このもので、これに刺身、
焼き物、揚げ物、煮物、また酢の物などが加えられています。優れた栄養のバランスと四季に応じた新鮮な食材を使用、見た目の美しさが特徴的な和食なんです。3番目の方ですが、自然の美しさや季節の移ろいの表現ですが、日本料理には季節感をとっても重視しています。旬の食品は美しく、また市場に豊富に出回り、値段も安く栄養価値も高くなるため、味を楽しむ好機と考えられています。例えばね、七草粥のように野草特有の自然なアク強さやクミも味わうことができます。日本人はね、実は前日の節句、つまり1月7日の朝に7種の野草あるいは野菜が入った粥を食べる風習があります。日本料理のその自然の美しさや季節の移ろいの表現は、旬の野菜や、魚からも見られます。春の七草だけではなく、各季節にはそれぞれの旬のものがあります。例えば春にはタケノコ、夏にはアユ、秋には松茸、それに冬にはフクという旬のものがあります。いずれにしても日本料理の旬の季節感、自然さの表現です。ここには、春の七草について、話についてはもうちょっと話したいと思います。ご覧の通りです。春の、七草は、セロリ、ナズナ、ゴキョウ、白ベラ、仏の座、スズナ、スズシロという7つの、野菜あるいは野草で、白いお粥の中に入れて、七草粥になります。美味しいですよ。で、春だけではなく、ご覧の通り、また何？そうですね。秋の七草もあります。しかも料理だけではなく、飾り物としてもよく使われています。こちらの方は伊勢神宮の柑橘街に唱えられた秋の七草です。綺麗ですよね。また実は冬の七草もあります。それにこれは、そうですね。夏の七草もあります。さらに先も述べましたが、日本料理は季節の花や、葉などで料理を飾り付けたり、季節に合った調度品や器を利用したりして季節感を楽しむことが、きます。例えばそれはもみじの葉ですね、または木の芽ですね。つまり、以上は和食の3つの特徴についてお話ししました。でも実は日本料理にはもう一つの特徴があります。はい、これです。実は、日本料理には正月などの年中行事との密接な関わりがあります。ご覧の通り、1月から12月まで様々な、年中行事とお料理の、関わりがあります。もちろん餅や赤飯、団子や寿司など季節や地域によらず広く共通するものがありますが、年中行事と結びついた日本料理もたくさんあります。最後ですが、本日の内容のまとめですが、本日は日本料理の特徴について話しました。日本料理の新鮮さ、または多様さ、それに見た目の綺麗さ、また栄養バランスの方について詳しくお話ししました。もう先も述べましたが、まとめれば、日本料理には
この4つの特徴があります。以上です。どうもお疲れ様でした。